はい、別館です。今週、先週に引き続きましてですね、何のシナリオもない即興劇ということで、はい、今日はですね、できちゃった2人これはね、どういう 何ができたか、ということで、出演ね、親父水島、はい、ね、娘 A さなみ優子、まあ優子にしましょうね、名前はね、はい、はい、そして次女ね、アンナということで、はい、はい、ということで、実家の田舎の実家に、8月お盆休みで帰ってきた、はい、娘2人、はい、では開始したいと思います、はい、シナリオはありません、はい、まあ、ということで、はい、あ、お帰り、あ、ただいま、疲れた、久しぶりだね、いや、京都から来たからもうすごく暑くて、うん、そうだよね、疲れちゃった、うん、ファンナもね、お疲れ様、はいはい、私もちょっと、でも、なんだろう、一緒に帰ってくって気持ち悪いな、どうしたんだよ、いや、だいたいこのぐらいの日にちかなと思って、うん、ね、最近あんまり LINE もお姉ちゃんとしてなかったから、うん、元気だ、元気だ、うん、元気だった、うん、で早速2人にちょっとお土産があるんだけれども、お土産、レモンです、レモン、はい、酸っぱいレモン、ね、ちょっとなんか夏になると、そうか、レモンサワーが好きなこと知ってるのかって、そうそう、ちょっとね、じゃあ早速あのレモンを丸かじりしてみようかなっていうふうに思って、美味しいよね、もう最近何、そういう何、酸っぱいもの好きって、うん、あの酸っぱいものが最近すごくね、うん、食べたくて、夏になるとレモンかなっていうふうに思うので、はい、あ、はい、お父さん、はい、じゃあ、あ、そう、お父さんから変わらない、変わらない、ね、そういうところ変わらない、皮まで食っちゃう、本当だ、変わらない、なくなってる、美味しくいただきました、お父さんでした、はい、そういうワイルドなところね、そうですね、変わらない、ね、なんか、あ、実家帰ってきた気がする、そうですか、レモン片手にさようなら昔ありましたけどね、レモン片手にってね、そういうのだけども、なんださっき トイレのとこで上上とやってたけど、あ、いや、なんかあなたじゃないのか、お前か、え、お姉ちゃんでしょ、そうか、うん、私もちょっとね、うん、あの体調があんまり良くなくてみたいで、あの子は体調がね、うん、なんかな、酸っぱいもの好きで上ってやるとな、うん、まあ、まさかとは思うけどな、できちゃったなんて、ね、言われると困るなと思うけどな、どうなん、大丈夫か、お、お前黙ってるけど、まさか本当にそんなことねえだろうな、いや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 、そんな、いや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 、あのね、その就職ももう決まって春から社会人になるんだけれども、うん、あのもう卒業ももう無事に確定しそうで、うん、それであの今日来たのは、まあ、こんな服だし、あのちょっとお腹がちょっとあの今お付き合いしているこの彼とゆくゆくは卒業したら結婚したいなっていうふうに挨拶に来たかったんだけれども、その前にちょっと順番が逆になってしまったんだけれども、今新しい命が宿っております、あ、はい、お前ちょっと待て、ちょっと待て、何、新しい命が宿ってる、ふざけるなお前は、な、いや、なんか順調ってものがあるだろう、どうだろう、本当、ね、え、でもそんな怒らないで、怒るって言ったら心配するだろう、そんな、そうなんだけど、一体どうするんだこれ、うん、何君はウップやってんだ、お前は何やってんだ、え、お前もウップって、ね、まさか、ちょっと姉ちゃん、ちょっとレモン、ちょっと本当、ちょっとね、あのレモンをこう視界からこう遠ざけていただけると非常に助かる、どうしたの、え、まさか、おい、アンナ、お前もそういう状態じゃないだろうな、いやいや、え、実は、実は、え、これ冗談じゃなくて、冗談、お姉ちゃん冗談でしょ、私はだってほらもうね、こうでしょ、大きいから、お父さん、バカ娘は、え、ほんとごめんなさい、お前もそうなのか、いや、でもまさかお姉ちゃんとここまで被ると思わなかったの、え、まさか、いや、私たち仲いい、仲がいいお前らは、あんなちゃんも、もう水島家の恥だな、本当、え、世界どういうんだお前、
この亡くなったお母さんに、ね、どうやって報告するんだよ。どいつもこいつも揃ってね、妊娠しましたって思うんで帰ってくるって何なんだ。墓の前でどうするんだよお前は。お母さんは昨日枕に出てきてくれたんだ。お母さん、お母さんなんて、うん、よかったねって。あ、じゃあ今夜も出てきてくれ。お父さんに報告、明日頑張れって言ってくれた。お前は都合のいいこと。そんなこと言うわけないだろう、うちのやつが。いや、言ったと思うんだよ。ところで、それでそのお腹大きくなったって何ヶ月なんだ。もうあの6ヶ月になっていて。もうあと3ヶ月で生まれるじゃないか。じゃあ3ヶ月4ヶ月で今度同い年 の、 あの大学4年生の彼なので、うん、一緒に挨拶に来ますので、あの何卒よろしくお願いします。何、本当にもうそうだったら、ね、何もできないじゃないか。産むしかないだろう。そうしたら大学どうするの。大学もどうするし、ね、どうやって壊すんだこれ。あのもうその彼がもう就職も決まっているので、 あのあとはしばらくは彼が働いて私が子育てをしたいなって思っているんだ。それでそのね、安月給からが、うん、で やっていけるのか。それで、うん、それはもうあの4畳一間のアパートに住んでもう切り盛りをして頑張るつもりで覚悟を決めてるんだ。4畳って言わないで4畳って言わないで、それだけ貧しくてもやると。はい、なんかちょっといい話で、だから吐き気と一緒になんかちょっと涙も出てきます。いや涙だお前は。調子がいい。人のことじゃないんだけど、姉さんがその状態。お前は一体何ヶ月なんだお前。私も6ヶ月だ。やっぱ私たち仲いいね。仲いいって付き合いが良すぎんだよ。ハンナちゃんは相手の方はどんな、亡くなったお母さんに聞いたのかなってね。いや私の相手は、うん、あのちょっと無職で。無職。お前そんなやつとどこでくっついたんだよ。いや後で、でもね、うん、あの大丈夫、ロスチャイルドか。ロスチャイルドか。何がロスチャイルドって。お前ロスチャイルドって子供をロスするってことな。いや、ロスのチャイルドじゃなくて、うん、はい、不毛の。不毛の。そんな、そんなのお前を相手にして、ね、子供作ったのか。どんなジジイなんだそれは。じゃあ、うん、あのね、ヨットであのこう世界一周してるんだ今。だからあのちょっと嘘くさいな。お前は本当に妊娠してることは確かだろうけど、多分それ何がロスチャイルド相手な。相手はロスチャイルドだから大丈夫かなって思ったんだけど、また騙されたのかな。騙されたよお前は。いつもそうなんだよこれな。昔からこのアンナがね、あの、まあ、人がいいっちゃいいかもなんだけど、そんなことないんでダメだよお前は。どうするだこの子供は。育てなきゃいけないだろう。下ろすわけにいかんだろう。もうじゃあ私お姉ちゃんの彼と一緒に住んでみんなで育てみんなで育てもやすか。じゃあお父さんよろしくお願いします。はい、分かりました。みんなで育てましょうって。お前ってちょっとだんだんグズグズになってない。グズグズになりました。はい、ちゃんちゃんってことで、ちゃんちゃんにはなりませんでしたけど、こうなると皆さん大変ですからね。な、本当に娘2人来たらショックだろうね。いやちょっとね、こんな破天荒な、なんかちょっとあまりにもちょっと、あまりにもちょっとリアルな、いや、このロシアルドが好きなんだって。どういう話なんだって。状況は重いのに、あのちょっとだいぶパロってしまってすいません。明るくなっちゃったね。でもなんか昭和の家族ドラマってこういうことが多かったですよ。何かこう家族の中にいろんな人が帰ってきて、事件が巻き起こってみんなでえーっと驚くようなことが起こって、最後はなぜかほろりと終わるっていうような。そうね、ちょっとほろりは終わる前にね、父さん本当は嬉しいよとかね、ちょっとやろうと思ったけどね、幸いを。まあしょうがないな、お母さん喜んでるよきっと。それにしてもお前らこのインラモンだと。ちょっとバイオリンの音楽なんかが流れてね、ちょっと昭和っぽく。じゃあみんなで母さんにね、ね、手を合わせて報告しよう。報告しましょう。生身だぞ。迎え火、お父さん迎え火炊こうか。え、迎え火を。いや実は俺のね、はい、実は母さんも死んでないだろ、はい、長いから実はちょっとこれができて、やっぱりお前たちの弟か妹ができそうなんだよ。何ヶ月なんですか。ごめんなさい。はい。
というような言葉でやってもいいんですけどね、はい、というようなことで、まあ即興技ちょっとねこういうねいろんなシチュエーションでね、それぞれのね立場が選んでますから、はい、皆さんご希望のちょっとシチュエーションをこれでこの3人のね、シチュエーションでこんなシチュエーションでやってもらいたいとかね、うん、いうことがありましたら、ご意見をまたこのね、お寄せいただければ、あの修羅場なんかも面白いかもしれないですね、はい、みたいな戦うというような姉妹喧嘩とね、はい、つまり例えばね、あの、まあ、こういうあの男を取り合っている姉妹とか ねそれとかあるいは友達同士で、それでね、あの間に入っている社長という、まあ、君がちょっとそれもいいですね。だんだんこの社長の悪行がバレて、悪行がバレてなぜか真ん中の社長が迫られるという見られる、というようなことであります、はい、別館そういう意味で楽しんでもらいましょうね、まあ、結構みんなで楽しんでやりますからね、意外とみんな自然だよな。あ、はい、ね、なんか本当の家族みたいだったので、はい、みんなセリフ別に何の打ち合わせもないですから、ね、何もはい、ということで、でもね、6ヶ月と来たらびっくりしたね。確かに相当来てましたね。その時でこっちはロスサイルとか来たからね。何言ってんのかなってね。はい、ということでございます。今日は以上です。はい、ありがとうございました。